もうほんまに悔しいね、マジで。うん、もう課題は明白、はっきりしてると思うし、まあよく3連敗して連勝してここまで持ってきたっていうのはあるけど、厳しいことを言うとやっぱりまだまだ本物のチームじゃないというかね、まだまだ成長しないといけないチームなんじゃないかなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズの試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、ちょっと残念な試合になってしまいました。非常にね、流れ的に言ったらですね、まあ、ジャイアンツが勝って日本シリーズに行ってっていうようなね形になるかなというふうに、まあ、僕思ってたんですけど、まあ悔しいですよね、まあ、逆転負けというところで、やはり、まあ、点を取られたっていうのもね、まあ、ありますけども、やはり打てなかったっていうのがね、特にやっぱり一番大きいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ非常に今シーズン振り返ると、まあよく守ってました、このシーズンに関してもよく守ってましたし、よくピッチャー陣も投げてくれました。ただ打線がなかなか打てないっていうところが、まあ今のジャイアンツの課題かなというふうにね、改めて最後ね、まあ今シーズンジャイアンツの最後の試合になってしまいましたけども思いました。はい、まあそんな感じでね、試合解説の方も今日やっていきたいと思います。まずはじめに得点シーン振り返っていきましょう。その次にスタメンの変更点、見ていきます。で最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、お話ししていきたいと思いますんで、ぜひねジャイアンツファンの方であったりとか、DeNA のファンの方で見てもね面白いかなというふうに思いますんで、ぜひね最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まず得点シーン振り返っていきます。僕の胸あたりにですね、ちょっと画像を出しながら一緒に見ていきたいと思います。はい、今日はですね、まあその3対2というところでジャイアンツ負けてしまいましたと。まあこれ見るからに分かります通りね、まあさっき2点取ったんですけど、まあ3点をね、まあ2点取られて同点になって、最後ね土壇場でまあ1点取られて、まあ3点取られて負けてしまったというところですね。はい、まあ逆転負けというやつですね。はい、で振り返っていくと、まず1回裏ですね、2アウト1、2塁からヘルナンデスのショートゴロを、まあちょっと森選手がね1塁に悪送球してしまって、まあエラーで1点取りました、タイムリーエラーという形ですね。でその後に4回裏ですね、1アウト1、3塁から戸郷選手のセーフティースクイズで、1点追加点奪いますと。ただこれ5回表ですよね、これノーアウト1塁から森選手に、ライトでね3ベース打たれてしまうと。で、1点。で、ノーアウト3塁からフォード選手にも、ピンチヒッターフォード選手にセンター前ヒット打たれて、この回で同点になりますと。はい。で、そこからずっとゼロ続いていきまして、9回表、2アウト3塁、まあ、ピンチですよね。ここで牧選手がレフト前ヒット放ってて、まあ、逆転というところで、まあ、9回裏もね、ジャイアンツ得点奪えというところで、まあ、3対2というところで負けてしまいました。はい。まあ、これ見ても分かる通り、まあ、ヒット10本打たれてるんですね。で、巨人は7本。うん。で、エラーに関しても DeNA が2つしてるんですね。その中で負けてしまうというところで、まあ、非常に、まあ、難しいなと、まあ、改めてね、思いました。はい。で、次ですね、得点シーンじゃなくて、スタメンの変更点見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、ちょっと画像を出しながら一緒に見ていきましょう。はい。まずね、ホームの、ジャイアンツから見ていきたいんですけども、スタメンの変更点はですね、昨日レフトにオコエ選手入ってたんですけど、今日は1番に長野さんがスタメンで出ております。でピッチャーが山崎伊織投手から戸郷投手というところで、まあ、ジャイアンツからしたらですね、まあ、非常に、まあ、菅野さんがリリーフに入っていたりとか、グリフィンが入っていたりとか、まあ、まあ総力戦という形でね、やっていくというふうなところだったと思うので、まあ、東郷投手もまあ前半から飛ばしてね、いけたらいいんじゃないかっていうところは思っておりました。
はい、で対する DeNA ですけど少し変更ってありました。はい、桑原選手がですね今日1番に入っております。昨日が 5番だったんですけども、じゃあ6番だったんですけども1番に入っておりまして、で梶原選手がですね今日7番に入っております。で戸柱選手が6番に入っておりまして、はい、で、ピッチャーは森選手が今日8番に入ってて、で浜口選手から今日は K 投手というところで、まあ、横浜に関しても DeNA に関しても、まあ、総力戦というところで、まあ、系統がね鍵になってくるというかね、系統の見極めであったりとか、まあ、系統であったりとか代打からの系統とかね、いろいろこうそこで動いくことによって、まあまあ、変わったりとかね、雰囲気が変わったりとかいろいろあると思いましたんで、まあ、今日はね非常にこう前半からね、面白い試合になるんじゃないかなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、ここが気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思いますので、ここから見てください。よろしくお願いします。はい、まず1回表見ていきましょうか。はい、これね、初回のね、一発目のプレーにね、やっぱりこう、いいプレーがあったんですね。はい、先頭の桑原選手のショートゴロなんですけど、まあ、門脇選手がね、まあ、昨日もファインプレーありましたよね。一発目三遊間のゴロをね、こうグラブの土手でカーン取ってそこから送球パーン投げて一塁アウトしてるわけですよ。やっぱ試合の入りというかね、この一発目、1番バッターの一発目の打球飛んできていきなりファインプレーするってやっぱりこうしっかり準備できてるし試合に入り込めてるんですね。はい、これ非常に素晴らしいと思います。昨日からね本当に。はい、で1回裏見ていきましょうか。1回裏からいきなりね2アウト2塁で岡本選手敬遠されるんですね。はい。まあ、ブーイングとか結構ありましたけど、まあ、これも作戦なんでね、まあ、こないでもね、昨日かな、敬遠とかありましたけど、やっぱり結局、岡本選手の後とか、前もそうかな、今日は。うん。打ててないんで、結局。だから、もうそうされて仕方ないよねっていうところ。うん。で、ヘルナンデスが、まあ、ツーアウト1、2塁で、ショートゴロ打ち取られたんですけど、森選手が1塁にボート掘ったんですね。まあ、これも、ランニングスローで投げたんですけど、別にランニングスローじゃなくても良かったんじゃないかなっていうところは正直あったんですね、これもね。はい。確実に、アウト取れたんちゃうかなと思います、これもね。はい。で、2回表見ていきましょうか。2回表。はい。ワンアウトからオースティンヒット。じゃあ、先頭のオースティンヒット。宮崎選手三振。戸柱選手もヒット。で、ワンアウト1、2塁で、梶原選手センターフライ。で、2アウト1、2塁で森選手セカンドゴロというところで、まあ、ヒット許すんですけど、まあ、しっかり抑えたっていうのはね、東郷として良かったと思います。はい、2回裏ね、これね、先頭中山選手、まあ、昨日のホームランから非常にいい状態いいですよと。で、これレフト前ヒット打つんですよね。で、岸田選手サードゴロ。で、戸郷投手がバントで送って、2アウト2塁というチャンス、迎えるものの長野さんがサードゴロというところでチャンス生かせるというところですね。で、3回裏もね、先頭出るんですね。門脇選手がファーボールで出ますと。で、ノーアウト1塁から、丸選手がサードフライ。で、岡本選手が見逃し三振。で、ヘルナンデスの時に3球目、スチール、成功して、ランナー2塁行くものの空振り三振というところで、今日3番、4番、5番が全然打てないですね。マジで全然打てない。誰も、もう今日期待できる中山選手ぐらいしかいないんちゃうかなっていう感じは正直ありました。はい。で、4回表、これまた先頭出るんですね、ジャイアンツね。4回裏か。はい、先頭出るんですね。これ、坂本さんがこれ、二塁打しますと、センターにね。で、中山選手のこれ、レフトフライ。ちょっと深めのレフトフライなんですけど、これね、佐野選手が取るときに、ちょっと半身で、こう、半身で取ったんですね。下がりながら半身でパーンって取ったんですね。で、この体勢を見て、二塁ランナーの坂本選手がタッチアップして三塁行くんですよ。もうこれね、めちゃくちゃいい走塁なんですね。めちゃくちゃいい走塁。例えば、この絵が、佐野選手が後ろから入ってきて前に来る感じで取ってたとしたら多分行ってないんですよ。だけどこう配送してこういう半身の状態で取ってるからこっから戻してくるの時間かかるんでそれを見て判断してスタート切ってるんですけど、もうこれを一瞬でできるこの佐野選手の走塁センスというかね、野球センスっていうのはやっぱ年ね行ってますけど、もうああ化け物やなって思いました、正直ね。はい、ナイス走塁だと思います。で、ワンアウト三塁で岸田選手のフォアボールでしょ。で、これでワンアウト一三塁で、戸郷投手が初めから構えてますと、バントをね。うん。で、一塁ランナーを二塁に送る、まあ、バントかなと思わせつつ、
セーフティースクイズして、決まると。で、これで、送球も、牧選手が捕球エラーして、ランナーも残ると。ただ、ワンアウト1、2塁でピッチャーウェンデルケンに代わって、長野さんが、6、4、3のダブルプレーというところで、まあ、1点取れたんで、まあ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 、良かったとはよかったんですけど、まあ、あと続きたかったですよね。ただ、ここもね、DNA の系統というところが、どうしてもね、もう今日は絶対食い止めるというところで、すぐに系統ですよね、ここもね。はい。で、5回表行きましょうか。これ2点取られる回なんですけど、まあ、先頭、梶原選手にヒット打たれて、で、ワンアウト、ノーアウト1塁で、森選手にライトへスリーベース打たれるんですね。これも、ツーボールになって、ストレート、行ってね。で、完璧にストレート狙い撃ちされてっていうところですね。すごくいい当たりでしたね、これね。で、1点取られますと。で、ノーアウト3塁で、ここでピンチヒッター、フォード選手出てきますと。うん、で、これでもセンターワンヒット打たれるんですよ。うん。で、前進守備してるでしょ。で、だから、フォード選手もなんとかバット当てたらなんとかなるっていうところで、まあ、フォークボールね、まあ、ちょっと若干浮いた感はありましたけど、まあ、ここをね、ピッチャーとセカンドの間ぐらいにボーンボーンってこうね、ゴロで抜いていくと。これも素晴らしいバッティングだと思います。状況に合わせてね、バッティングだと思います。はい。で、ノーアウト1塁で桑原選手がバーンとで送って、で、牧選手セカンドフライ。で、ツーアウト2塁というところで、高梨選手、にスイッチ、うん、で佐野選手をまあ一球でねスライダーで打ち取ったんですけど、まあヘルナンデスねこれフェンス際の打球だったんですが、これナイスキャッチでしたよね。うん、これ、ヘルナンデスのねファインプレーだったなと思います。はい。で5回裏からはピッチャー坂本投手ですね。うん。で、6回まで、ジャイアンツもケラー投手出していきますと。うん。でこれも、オースティンショートゴロ、これリプレイでアウトになりましたね。これオースティン足速いですねマジで。うん。で、ワンアウトから宮崎選手が二塁打。で、ワンアウト二塁から戸柱選手がセカンドゴロ。で、ワンアウト三塁というピンチ迎えるものの、梶原選手ね、空振り三振。先ほどの打席でフォークボールをうまいことライト打たれてるんで、ここ全球ストレート。うん、ストレート6球、全部ストレートで、空振り三振。これは素晴らしかったですよね。これ裏変えたというかね、もう変化球来るやろ、来るやろと思わしといて、全部ストレートという、これナイスリードだったなと思います。はい。で、次、7回表ね。これ、バルノナード行きますと、この回から。はい。で、ワンアウトからエイビナ選手にフォアボール。で、桑原選手見逃し三振。ツーアウト一塁で、牧選手フォアボール。で、ツーアウト一、二塁で、佐野選手に、ショートへ内野安打。これね、センターに抜けそうなだけだったんですけど、門脇選手が、スライディングで取るんですよ。これめちゃくちゃファインプレーですね。なぜかっていうと、これね、もし、止まってなかったとしたら、これ、センターまで抜けてたとしたら、多分点入ってるんですね。だけど、それを分かってるから、門脇選手も飛びついて、抑えて、で、これ内野安打という形にしたんですけど、これ門脇選手ね、ナイスプレーだったですね。これ抜けてたら本当に1点入ってます。マジで。で、ツーアウト満塁で、ここでピッチャー、船政の投手にスイッチで、オースティンで、まあ、サードゴロなんですね。で、全部スライダーっていうところで、サードゴロ。これ素晴らしい投球ですよね。これ本当に、まあ、準備もそうですし、スライダー3球っていうところ、もうコントロールミスないわけなんでね。うん。本当素晴らしいですね。今年1年よく頑張ってくれました。新人を取れると思います、本当に。はい。で、7回裏、この回から伊勢投手上がってきまして、ワンアウトから門脇選手のこれ、2塁打。うん。素晴らしいよね。これ多分安倍監督のアドバイスがなんかあったと思うんですよ。ベンチで見てたら、こう叩いていけみたいな、もう、しばけみたいな感じで言ってたんで。で、これ高めのボールパーン叩いてね、これ二塁打打ってるんですよ。低いライナーで。うん、素晴らしいですね。で、ワンアウト二塁で丸選手ショートゴロ。うん。で、ツーアウト三塁。で、岡本選手またここで敬遠と。うん。敬遠ね。はい。まあこれ今日2個目の敬遠かな。はい。初回のやつと。はい。で、2アウト1、3塁でヘルナンデスを見逃し三振というところで、まあ、結局、今日なんか、打ててないんですよね。本当に3番もそうやし、4番もそうやけど、もう5番も打ててないというところで、やっぱこの中軸打てんかったら負けるよねっていう、点入らんよねっていうところはね、本当あるんでね。うん、本当に来年以降の課題だなと思います。で、8回裏。これもね、先頭坂本選手まだ出るんですね、これヒットでね。はい。で、ノーアウト1塁で中山選手がライトフライ。で、ワンアウト1塁からオコエ選手が、レフト前。で、ワンアウト1、2塁というチャンスで小林選手ね、まあ見逃し三振のところなんですけど、まあ初球のフォークボールを、まあ、うまいことね、レフト線に持ってったと思うんですけど、ギリギリファール。もうこれぐらいですね。1メーターあるかないかぐらいの、ラインのところに落ちてね、ファールというところですね。で、最後ストレートです。見逃し三振と。うん。
あ、その前に8回表のこれ菅野さんのね、三者凡退のピッチング素晴らしかったですね。はい。で、これ8回裏ね、これ、ワンアウト1、2塁から小林選手の見逃し三振。で、ツーアウト1、2塁で立岡さんのライトフライというところで、まあ、チャンス作るものの得点できずというところですね。まあ、この、まあ、ちょっと話戻りますけど、この8回までこの菅野さんの投球ね、もう、素晴らしいなと思いました。もう、なんか中3日かなっていうところで、この投球、で、この出力、コントロール、キレ。ちょっと、まあ、日本で、見るの最後かなと思って、サムネイルもね、最後菅野さんにしたんですけど、まあ、そういったところも含めてね、本当に素晴らしい投球だったと思います。で、9回表ね、これ得点されるんですよ。これ得点されるんですけど、先頭の森選手にヒット。で、柴田選手にバント決められて、で、ワンアウト二塁で、桑原選手のサードゴロに関して、これ森選手がね、二塁ランナーの森選手が、坂本さんが取って投げた瞬間、投げる瞬間にですね、もう、スタート切ったんですね。で、それで三塁を落とし入れるっていうところで、これマジでナイス走塁なんですね。これなかったら、ワンチャン次の牧選手のヒットで、帰れてないと思うんですよね。うん。はい。で、これ、ツーアウト三塁で、牧選手がヒット、レフト前ヒット打つわけですけど、これちょっと配球ちょっと見ていきたいんですけど、はっきり言って、これ打てるボール来てないですね。見てもらったらわかりますけど、これ初球スライダーでボールでしょ？で、ストレートでストライク。もう、本当にボール1個分の出し入れなんですね。で、最後カットボールに関して言えば、打った球は最後カットボールなんですけど、まあ、ボール球なんですね。これ見てもらったらわかるように、これボール球でしょ？で、映像も見たけど、ボール球なんですよ。だからもう、インサイドも来ないというか、もうインサイドも捨てて、もう外勝負やと思って、外を踏み込んでって、引っ張って打ったみたいな感じですね。だからこれはもう、牧選手の読み勝ちというか、もうほんま狙い勝ちだと思います。本当に、菅野さんは何も悪いボール投げてないんで、うん。これはもう本当に牧選手が、もうデッドボールでもいいやぐらいの感じで、多分踏み込んでったと思うんですね。だからそれぐらいの、まあその、打ち方ができてたんじゃないかなと思います。で、次のバッター佐野選手は、まあファーストゴロ打ち取ってっていうところだったんですけども、まあ1点取られてしまうと。で、最後森原投手が出てきて、まあ門脇選手、丸選手、岡本選手というところで、まあ最後ね凡退して負けてしまったというところですね。はい。まあすごく悔しい敗戦ではありましたが、まあやはり試合展開なんかを見てると、まあジャイアンツが勝てるんじゃないかなっていうようなところはね、ずっとあったんですね。で、その中で、まあ、7回裏かな。まあ、やっぱポイントは7回裏かなと思います。うん。伊勢投手が出てきた時の、まあ、門脇選手がヒット、ツーベース打ってっていうところからの、丸、岡本、ヘルナンデスっていうところの、まあ、岡本敬遠されて、まあ、丸でも決められない、ヘルナンデスでもチャンスで決められないっていうところがあったんで、まあその7回裏で本来で言えば得点を奪えてたとしたら、おそらくジャイアンツ勝ってたんですけど、まあそのここですよね、どう考えても。まあ最後も、まあ8回裏もまあチャンスねありましたけども、言うて下位打線なんでね、うん。だからやっぱりこうどれだけ野球って中軸3番4番5番とかそのあたりでチャンスを迎えられるかっていうところがねかかってくると思うんですけど、そこでやっぱりこう得点ができなかったっていうね、この7回裏で、うん、ここが非常に一番大きいと思うし、まあ来年以降ね、まあどうなるか分かんない、ドラフトもね、どういう戦略を組んでいくのか、まあ、改めて考え直さないといけないというふうに思いますけども、やはりやっぱりこう課題で言ったらね、まあいろいろありますが、やはり打撃というところがね、まあ改めて課題だなというふうにこの試合通じても思いましたんで、まあそのね、それに関する動画もね、上げていきたいというふうに思いますんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日終わっておこうと思うんですけど、やっぱ悔しいですね。やっぱ悔しいけど、もう一回ね、来年ね、頑張ってもらいたいなというふうに思うし、まあいろいろね、菅野さんがメジャー行くとかね、いろいろありますけど、まあね、もう一回、来年で、ね、優勝できて、次は日本シリーズ行って、日本一になれるようにね、安倍ジャイアンツ頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。